どうも、補欠カラスです。プレミアリーグのブライトンに所属する三カオ薫選手は昨シーズンに続き、今シーズンも得意のドリブルで素晴らしい活躍を見せています。今回は三マ選手と対戦して苦しめられた監督や、三マ選手を指導していた監督たちからの評価を紹介していきます。ジョセップ・グアルディオラまずは、多くのクラブで栄光を手にしながらも、常に新しい戦術を生み出し続けるサッカー界きっての戦術家、ジョセップ・グアルディオラ監督です。グアルディオラ監督は現在、プレミアリーグのマンチェスターシティで指揮を取っているので、三笘選手のプレーは近くで見ているはずです。まず、グアルディオラ監督 がミトマ選手に初めてコメントしたのが、2023年5月24日に行われたブライトン対シティの試合後でした。この時きクアルディオラ監督はブライトンというクラブそのものを称賛していて、センターバックのコルウィルがいて、カイセドやグロス、マクアリスターが短くパスをつなぐ。そしてミトマもいる。彼らは規格外のチームだ。本当に本当に素晴らしい。見ていて本当に楽しい。と主力選手の中にミトマ選手の名前も並べて話していました。その後シティは23-24シーズンのプレシーズンにジャパンツアーを開催し、クアルディオラ監督は横浜 F マリノスの 戦を控えたた前日会見に出席しましますると記者からアジアで契約したい選手はいるかあるいは強い印象を残した選手は誰かという質問を受けるとプレミアリーグでプレーしている三マは信じられないくらいいい選手だと思うと三マ選手の名前を出して即答しただ三マは今彼は自分に合った適切な監督のもと正しいクラブでプレーをしていると思う昨シーズンの活躍は極めて素晴らしかったと三マ選手を評価しながらもブライトン率いるロベルト・デゼルビ監督との関係性がよくできていることについても触れていましたそして10月21日にはプレミアリーグ 第9節でシティとブライトンが対決しましたが三マ選手はスタメン出場を果たしプレミア屈指のサイドバックとして立ちはだかるイングランド代表ディフェンダーのハイル・ウォーカー選手を巧みな動きで揺さぶるシーンもありましたそんな中試合後の記者会見に出席したグアルディオラ監督はブライトンの攻撃に苦しめられたと語りアンスパティが入ってきた時に三マが斜めや中央そして外へと動き回った彼らは本当に素晴らしい彼らがボールを持つと奪うことはほとんど不可能だ三笘は波外れた選手そしてもちろんアンスパティも手ゼルビと彼の功績は特別なものでしたと話 すると世界的名将のグアルディオラ監督から送られたこのコメントに対して SNS 上ではペペッッププがが公式ででで名名指指ししししししてててののの賛賛ははいいいある同じ日本人としてマジで誇らしいなど三笘選手を誇らしく思うといった声が多く上がっていましたこのように三笘選手に対してかなり好意的な意見を述べているグアルディオラ監督ですがもしかしたら三笘選手の獲得を望んでいる可能性もゼロではないかもしれませんね。ユルゲンクロップ続いて三笘選手を称賛していたのは現在リバプールを率いる熱き心を持つユルゲン・クロップ監督です。 ドイツ人のクロップ監督はこれまで母国ブンデスリーガのマインツドルトムントを率い2015年10月にリバプールの監督に就任しましたそして18-19シーズンにチャンピオンズリーグを制覇し翌年の19-20シーズンにはリバプールをプレミアリーグ制覇に導くなど世界的名称として知られていますそんなクロップ監督が三笘選手についてコメントしていたのは2023年1月29日リバプールとブライトンが FA カップ4回戦で対戦した時のことでしたこの試合は1対1のまま後半アディショナルタイムを迎えましたがブライトンのフリーキックから ゴール前の三笘選手にボールがこぼれると絶妙なタッチでボールを収めワンフェイントから最後は右足で流し込み決勝のゴールネットを揺らしましたこうして見事なゴラストでブライトンを勝利に導いた三笘選手について試合後のクロップ監督は左サイドのロバートソンはチームで手助けできたので問題なかったが逆サイドのアーノルドをうまくサポートできなかった三笘は本当に素晴らしいのでもちろん大変だったとゴールシーン以外にも対面したイングランド代表ディフェンダーのアレクサンダー・アーノルド選手が翻弄され対応が難しくなっていたことを明かしていましたそしてクロップ監督は 両ゴールとも私たちは防げたはずだいい気分はしないというように悔しさをあらわにしていました三笘選手にはリバプール移籍の噂もちらほら上がってきているのでもし実現したらクロップ監督のもとでどんなプレーを見せてくれるのか楽しみですねアンジェ・ポステコグルー続いて三笘選手への評価を語っていたのは過去に横浜 F ・マリノスで指揮を執り今シーズンからはプレミアリーグのトッテナムホットスパーでクラブを首位に導いているアンジェ・ポステコグルー監督ですポステコグルー監督はトッテナムの前にはセルティックで多くの日本人選手を指導していましたが三苫選手について話していたの は2023年4月にセルティックのレオ選手にブライトンへの遺跡の噂が上が上った時でしたこの移籍が実現した場合、三笘選手と旗手選手は川崎フロンターレ時代以来のチームメイトになりますが、セルティックでも2人が同じユニフォームを着る可能性はあったようで、ボステコグルー監督は彼をここに連れてこようとした、だが、ブライトン移籍がほぼ決まっていたんだ、彼と京悟が私が連れてこようとした最初の2人だったと、セルティックの監督就任後、古橋京吾選手ともに三笘選手をセルティックへ連れてこようとしていたことを明かしていました。そして三笘はいい補強になっていただろう。 だが我々にとって残念なことにブライトンにも非常に優れたスカウト網があったんだ彼らは彼を選ぶことができたトップ選手になることは全く疑いなかったよ彼はとてもうまくやっている私は驚いていない旗手と三マは同時期にブレイクしたプレーするようになった最初の頃から彼らは2人とも見事だったよと川崎フロンターレ時代の印象についても話していて三マ選手の才能を早くから感じていたようでしたさらにポステコグルー監督は2023年8月のインタビューでも三マ選手のことについてブライトンで三笘に熱狂する人々を見てほしい日本で川崎フロンターレでの彼 のデビューを見た私は相手ベンチにいたんだ彼は筑波大学から来たばかりだった最初の試合で彼は我々を破壊した私は彼について何も知らなかったこの男は誰だとマリノスの監督をやっていた頃にフロンターレでデビューした三笘選手を見て驚いたと明かしていましたそして当時はまだ三笘選手のことを知らなかったボステコグルー監督がクラブのスタッフに三笘選手について尋ねたようで選手について尋ねたようで彼はこう言った彼は大学から来たばかりです彼は教科書を置き我々を驚かせたそれが私の考えを変えた他に獲得できる大学の選手はいるかとねというように 選手を見て大学からプロへと入ってくる日本人選手のレベルの高さに気づいたと語っていましたさらにポステコグルー監督はだからスコットランドに行ったときそうだ日本人選手を34人連れて行こう彼らはきっとやってくれるだろうと思ったんだ日本だけの話ではない選手を見るときは他の人が見ているものを見ない方がいい大学を出た男が3年以内に信じられないほどのタレントとなり世界で最も難しいリーグでプレーするのを見たら驚くだろうと三マ選手の活躍を見たことがセルティックで多くの日本人選手を獲得するきっかけになったと明かしていたのです三笘選手のおかげで日本人選手に いいいいイイメージを持ってくれたみたみでで嬉しいですねルイス・エンリケ続いては現在パリ・サンジェルマンの監督を務めるスペイン人の名称ルイス・エンリケ監督のコメントですエンリケ監督は現役引退後2014年8月からフルスのバルセロナの監督として多くのタイトルを獲得し2018年7月からスペイン代表の監督に就任しましたそしてエンリケ監督率いるスペイン代表はカタールワールドカップのグループステージ第3戦決勝トーナメント進出をかけた一戦で日本代表と対戦しましたその試合の中で三苫選手は後半キックオフからピッチに立つと 1>, 1対1で迎えた51分堂安律選手が上げたクロスにファーサイドで反応しゴールラインに1 8 8ミリしか残っていない状態で折り返し田中碧選手の決勝ゴールを見事にアシストしましたさらにこの試合で三笘選手は後半途中から5バックの一角でプレーし自陣左サイドでの守備にも奮闘していましたこのように攻守両面で三笘選手が活躍する姿を間近で見ていたルイス・エンリケ監督は2日後の12月4日に自身の Twitch 配信でという質問を視聴者から投げかけられると真っ先に三苫選手の名 名前を挙げたのです。そして、エンリケ監督は三苫選手を選んだ理由として、我々との試合では後半から登場してきたね。私は彼の所属先であるブライトンの試合を見るのが好きなんだと、日本代表と対戦する。前からブライトンの試合をチェックし、三苫選手のプレーを見ていたことを明かしていました。そして、三苫選手の魅力について、ドリブル突破やアタッキングサードでの判断力に優れている。我々との試合では、ブライトンでも見たことのない守備力に驚いたというように、本来の武器である攻撃面のクオリティだけじゃなく、守備面での貢献にも驚いていたようでした。あ、そこまで攻撃。 ポッター監督は1819シーズンからブライトンの監督に就任していましたが2021年の夏に三苫選手を獲得しレンタルから戻ってきた2223シーズンにブライトンの登録選手に三苫選手を加えましたそしてシーズン開幕前のプレシーズンマッチで三苫選手がいいパフォーマンスを見せるとポッター監督はサポーターは彼を気に入ると思う彼は1対1 相手ををを抜きき去るる能力を持ってているし我々はすでににそそれを見てきたそれ見た彼は選手を立たせその周りを回るが普通ではないそれが彼のクオリティである今シーズン少しでもそんな彼のプレーが見られることを願っていると高く評価していましたそして三笘選手は第2節のニューカッスルユナイテッド戦でプレミアリーグデビューとなりましたがわずか15分の出場ながらも存在感を示していました三笘選手の素晴らしいパフォーマンスを見たポッター監督は試合後のインタビューでいいパフォーマンスだった間違いなくさらにたくさんのことが起きるはずだ彼はサイドバックの問題を作り出すことになるはずだ 彼には相手をかわす能力がありユニークな選手だ彼がファンタスティックなインパクトを残せると私はそのように思っていた彼は勝負を仕掛けることができそれに右足を使って左サイド中央でもプレーできる中に入ってきてそこでドリブルを仕掛けられたらディフェンスにとっての悪夢になる私は間違いなく彼を相手にしてプレーしたくはないというように確実に相手が嫌がる存在になるだろうと絶賛していました結局ポッター監督は三笘選手をスタメン起用しないうちにチェルシーへと引き抜かれましたがチェルシーでは結果を残せずシーズン途中での解任となってしまいましたもしポッター監

ゴールを許して敗れた試合の後インタビューで三マ選手について話していました平浦監督はまず試合を振り返って1対1で前半を終えることができたのは試合の主導権を握っていたからだと思う後半の最初のプレーで三マの決めたゴールから流れが悪くなったが我々は冷静さを取り戻してプレーをしていたと思う三マとパティがピッチに上がってからブライトンはチーム全体が引き締まったように思う彼らにとっても三マは替えのきかない選手なのだろうそしてゲームを通してその力を発揮しているというように三笘選手の実力を称賛していました トーマス・フランク監督は2324シーズン開幕前のプレシーズンマッチでブライトンと対戦したときに三マ選手へのある疑問を語っていましたこのプレシーズンツアーの記者会見でフランク監督は三マ選手についてミはプレミアリーーググ屈指のののウィンガーだだビッグクラブががなななぜの獲得に動かないのかいい不思議なくらいだと話していてビッグクラブからのオファーが来ないことを不思議に思うほど実力を認めているようでした今ではちらほら噂も上がってきているので三マ選手の去就には注目ですね続いては現役時代にサッカーの神様とも呼ばれ日韓ワールドカップ後からドイツ ワールドカップまで日本代表の指揮を取っていたジーコさんのココメントですジーコさんは2023年6月に日本代表が試合を控えていた中メディアからのインタビューで三笘選手について質問を受けていましたまずジーコさんはブライトンでの活躍で大きな注目を集める三笘選手について素晴ららしししい選手だだしかし PK を蹴らせてはダメだねとカタールワールドカップで PK を外したことについて冗談交じりで話しながらも素晴らしい選手だと称賛していました続いてジーコさんはインタビューアーから三笘選手の長所を聞かれるとまず個性を上げたいその次にイニシアチブ 恐れずにどんどん突進していく失敗しようが成功しようがとりあえず自分が描いているプレーを重ねているその姿勢はとても評価できるだから三笘選手の特徴を生かすにはあまり守備面で求めてはいけないと思うねやはり中盤よりさらに前でプレーさせることで彼の特徴は生きる代表ではウィングでプレーしていて守備も頑張ってやらせているその負担を減らし中盤より前でやらせるのがいいというように三笘選手を攻撃に集中させてあげるべきだと指摘していましたそしてインタビュアーから「ドリブルに限ればジエコさんの現役時代と今の三笘選手どちらが上か?」という質問を受けると ジーコさんを笑いながらレベルが違う俺に決まってるだろうと語っていましたこういうユニークさのあるコメントもジーコさんらしくてなんかいいですね岡田武史、鬼木徹さらに同じく元日本代表監督でカタールワールドカップのスペイン戦を見ていた岡田武史さんもドマ選手のプレーを高く評価していましたまだカタールワールドカップの熱狂に包まれていた2022年12月岡田さんは a b e で放送された本田圭佑選手との対談企画の中でグループステージ最終戦のスペイン戦について語り合うシーンがありましたそこで岡田さんはスペイン戦の MVP に後半から出場して 見事な活躍を見せた三苫選手の名前を挙げてこんな一人の選手で全体が変わるんだってぐらいあいつが本気でボールを詰めに行ったりボールを持ってゴールに向かっていったじゃん勝負はそういうとこで分かれる三苫がプレスにしても2点目のアシストゴールラインを割らなかったのもすげえと思うというように攻守両面で三苫選手のことを高評価していましたちなみにこの時対談していた本田選手もスペイン戦の MVP に三苫選手を挙げていて僕が見ててすごいなと思ったのは1対1のディフェンスの時の反応中に入られた時も微妙に先を読んでたりとかもちろん縦行く時もとにかくセンタリング 上げられへんようにしっかり寄せていったりしていた左も右も対応を何気なくしていましたけど相当ハイレベルでやってたっていうのがあれだけドリブルできる選手がやるんで今までなかなかこんな選手になかったよなという意味でも本当にすごいなと思いましたとディフェンスの時の対応も称賛していましたこのように三笘選手はカタールワールドカップで素晴らしいプレーを披露しそれ以降は久保建英選手とともに攻撃の要となっていますがフロンターレ時代に三笘選手を指導していた鬼木徹監督も驚きの声を上げていました三苫選手は2020年に筑波大学から何入りで 加入しましたが、鬼木監督はシーズン序盤スーパーサブの役割を与えていました。その時の心境について、鬼木監督はもうドリブルからして別格でした。間違いなく状況をゲームをガラッと変えてくれるし、点も取ってくれる。でもある時思ったんです。チームにとって一番影響力のある選手がゲームの途中から出ていくっていうのが本当にいいのかな？って、自分がチケット代を払って観戦する。ファンの立場なら最初から見たいはず。ゲームをガラッと変えてくれるから切り札的に使っているけど、羽織が長く出た方が勝てるっていう。風にしなきゃいけないんじゃないかと。そういう意味では非常に悩まされた。選手ではあったんです。 というように影響力がありすぎて起用法に悩むほどだと話していましたその後鬼木監督は三笘選手をスタメンで起用するようになりみるみるうちに成長していきましたこうして多くの監督から高い評価を集める三笘選手には今後も怪我だけには気をつけて活躍してほしいですね今回は三笘選手への世界的名称からの評価をまとめてみましたが直近のプレミアリーグのフラム戦での活躍についてもまとめた動画を出しているので気になった人はぜひ見てみてくださいそれでは次もまた見てやってもいいかなって思ってくれた人はぜひ高評価とチャンネル登録をしてお待ちくださいそれではまた次回 の動画でお会いしましょう皆さんさようなら